中野悟は、栃木県栃木市出身の元プロ野球選手、野球指導者。国学院栃木高校、三菱重工横浜入社当時は当主。後に肩を壊した影響で野手に転向し、主に一塁、右翼を守る。1984年の都市対抗に、三菱自動車川崎の補強選手として出場。2試合連続本塁打を放つが、準々決勝で、 日本学期に敗退。1985年の第13回アジア野球選手権大会日本代表に選出され、同年の都市対抗でも日本石油に補強され活躍。同年には阪神にドラフト2指名を受け買い野手として入団。1988年、同年より就任した村山稔監督から、十三は投手の背番号だと言われたことで阪神タイガー,ースでは、 初めて背番号0を背負い、また王の久さし、和田豊の3人で少年隊と呼ばれた。同年から佐野の義に代わり最抑種の定位置を獲得する。4月14日の甲子園球場、阪神対巨人戦で、桑田真美から勝ち越しだを放った。1989年には17死球で、セリーグ最多死球を記録した。しかし、1992年には、 外野手に転校した、八木博士や同年退党した、新城強史にレギュラーを譲ったことで、出場機会が減少。周りからは引き止められたというが、1993年、限りで、自らの意思で引退。2002年より、社会人野球、クラブチームのガッツ前栃木野球クラブの選手権、監督も務めていたが、現在は退任。2005年、 プロ野球マスターズリーグのセレクションに合格、大阪ロマンズに所属。2006年、東京ドリームスに移籍した。2006から2007シーズンベストナインと、ファインプレー賞を受賞。スポーツデポ沼津店、北本店勤務を経て、2019年より、ベルモール宇都宮店勤務、野球アドバイザーをする傍ら少年野球の指導も行っている。 2011年8月刊行のベースボールマガジン社、熱中。野球部ボリューム6の記事、元プロが教えるグラブのお手入れ法を監修。第6回ある日突然同期に、足で負けた父、トール氏は、愕然とした。日刊現代、デジタル。 phhttps コロンスラッシュスラッシュ www.nikkan-gen-dai.com スラッシュアーティクルズスラッシュビュースラッシュスポーツスラッシュ1586892020年9月25日閲覧。ABC 日刊スポーツ大阪本社版2018年6月12日3面あの猛虎は今猛個人国旗と地域県村山を泣かせた 中野の一打週刊ベースボール2012年4月16日号 P14 ありがとうございます。